うわー、熱っ熱っ熱っ。うわー、ちょ、待って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 。雰囲気やばいけど。うぅ、行くか。どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、デモンズソウル続きの方を遊んでいきたいと思います。前回は、まあなんやかんやこのポーレタリアのね、縄文を進んでいるところ、ついにキルカウンターが7までいったところで終わりましたので、今回その続きです。でね、こっち側行くと、竜がいるんだよ。俺ってさ、見つかったらアウト。あの炎は良くない。いやー、やっばいでしょう、これは。ちょっとさ、行きたいけどさ、さすがにこれは、いけないんじゃないの？忘れるな。先に進めばいいんだぞ。これ、いけんのかな？わ、すごい音だ。いけるのこれ。うわー、熱っ熱っ熱。無理。これは無理。あの炎、タイムラグなさすぎる。あの下行けばいいのかな、もしかして。ちょっと一旦回復挟んで。で、もうちょい満タンまでするために三日月草を食べて。下を通ればさ、いける？お、いける。下通ればいける。おー、危ない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 。うわ、すっごい音。方向の音がやばい。これは？お宝をお楽しみに。え？これはなーに？花芽石のかけら？満月草。ちょっと待って、なんだそれは。満月草はとても大きく。まあ、これはわかるね。花芽石のかけら。あれか、帰れるやつか。なるほどね。ってことはこっち来ても意味ないやん。わあ、めっちゃ炎、めっちゃ炎、めっちゃ炎。これ、無理でしょ。これはちょっといけない気がすんな。ちょっと諦めるか。あの前回なんか、めちゃくちゃ敵がいた場所？あそこの方がいいのかな？案外。だからこっち行ってみようか。あの敵全部倒すとか結構厳しいと思うけど、常にマグレを信じろ。運頼み。あの弓矢部隊撃ってほしいな。ちょっと待って待って、なんか竜来た、竜来た、竜来た。なんで竜？おお、ちょ、待って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 。待って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 。危ない。あ、でもこれで片付けてくれた。いやー、こっちで耐えれるか、これ。耐えてくれ。あ、無理でしたね。いやー、無理でしょ。いやー、無理無理無理。ちょっと待って。いや、倒してくれたのは非常にありがたい。なんかね、ダークソウル3でもね、似たようなのがあったんだよ。その、竜がドラゴンっていうの、竜がね、ブレスを吐いて敵を一掃してくれるっていうのが。これ。いけ、もう、もう突っ切れ。あ、いけたいけたいけた。なんかいけた。おー、大迫力。羽ばたきの音がやばいわ。ちょっとあの宝欲しいかな、ちょっと。なんでこの2匹だけ倒してくれなかったのかわかんないけど。うわ、また戻ってきた。また戻ってきた。なんであの竜はそんなに飛ぶんだろうな。ここの橋守ってんのかな。三日月草月中回復か。でもありがたい。戻る戻る戻る。やばい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 。逃げる。危ねえ。おー。
まあブレスには助かったけど、いやーダークソウル3やってよかったな。絶対進む勇気なかったもんな。こっからが本番だ。え、マジでレバーを引く。お、ムービー入った。ムービー入りのレバーってことはショートカットじゃない。お、あー、これで正面が開くんだ。やった、さらにこれで行きやすくなったよ。ショートカットじゃん、やっぱり。雰囲気やばいけど。うぅ、なんだ、何が飛んできた、あれ。どこに繋がる。この先敵に注意しろ。あー、そういうことね。ここで。危ねえ、危ねえ。2体だか。2体はちょっときついかな。よいしょ。ちょっとパリーしよっかなって思ったけど。さすがに2体はきついかな。ローリングを試してみろ。お？あ、そういうことね。こっちにアイテムあるよっていうことか。ありがとうございます。アドバイス。これはなーに？あー、なるほどね。松ヤニか。じゃあスローイングナイフを松ヤニに変えようか。炎エンチャントアイテムを装備。試したことないもんね、まだこのアイテムは。で、こっちの方行く？なんでここで血痕がついてんだろう。おー、危ないー。うわ、また槍かよ。槍にはさ、案外この、両手持ちすれば。はい、強いでーす。やっぱり強いでーす。よし。危ねえ。いや、槍持ちでもあれだ。両手剣使っても無理だな。槍持ちがすごい俺苦手意識があるんだけど。よいしょ、回復。もう回復のストックほんとないよ。いやー、ここは、お邪魔しまーす。う？何の音だ？そこか。よいしょ。こいつはね、火炎瓶投げるだけだから、近くに寄れば大したことない。ここら辺特にアイテムっぽいものはないか。オッケー、次行こう。いやー、マジで、こういう場所でも怖い。うわ、またそういう系？また降りていく系？あ、こっち来い。待って待って、なんか、すげえ、でっかい盾持ってるやついない。お、行った。行った。何あれ？ちょっと待って。何あいつ？ちょっと待って。よし。おい、おい、おい、おい。よし。わあ、ついに、2ヶ月、また言っちゃったよ。三日月草のストック切れましたね。で、待って、何がいるの？行った。何何こいつ、何こいつ、え、強攻撃で、あぶねえ。何この盾持ちのやつ、痛い。何このスライムは、盾を持ったスライム、こんな敵いんの、やばいね。あ、明るい。この作りはさ、もしかしたらあの左開けてなかった場所に行けるんじゃねという。少しくらいの賛成、少しの賛成くらい問題ない。ってこと？あ、名もなき勇者のソウル。勇者なのにやられたんだね。で、こっち側は。またいた、またいた、またいた、またいた。あいつどうする？と回復して、使ってみようか。松屋にエンチャント。で、ダッシュで、よいしょ。よいしょ。あ、やっぱ属性付きだとよくダメージ入るね。ん？あ、かけらゲット。これで武器強化ができるね。ただまあ、強化したところで10回死ねば武器交換だけど、ね。うわ、またいんのかい。よいしょ。強攻撃。よし。こいつ対処法あんのかな？あ、なんかアイテムはあるけど。半月草回復ありがてえ。ってことで、ここでショートカットが開通されると。
この炎エンジャンとどのぐらい時間閉じ込んだろうね。おめでとう、ありがとうございます。やったぜ。これで死んでももう、こっからやり直せるよ。ん？何の音？お、あ、そこいたんだ、まだ。よいしょ。あ、もう炎エンジャンと切れた。さーて、炎を試してみろ。多分ね、松屋にエンチャントが効くっていうことじゃないの、ここは。そのための炎を試してみろっていうアドバイス。行くか。はい。ボスはめっちゃいる。めっちゃいる、めっちゃいる。待って待って待って。やべえ。なんかこれ、古代のローマのさ、スパルタのやつで見たぞ。盾めっちゃ構えて、槍持つって。あぶね、あぶね。ちょっと待ってよ。炎エンチャント。とりあえず、ここにいるやつを倒す。うーわ、めっちゃいる、マジで。後ろから攻撃。やっぱり側面有効だ、こいつら。あ、いててててて。側面有効。よしよしよし。少しずつでもこいつら倒す。いた、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 一旦ロックオン外して逃げまーす。いた、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 いた。音楽がちょっとかっこよすぎるぜ。よし、行くぜ。で、ロックオンしながら、ダッシュで後ろに回る。たとえ時間がかかってもこいつらもう、一体一体処理する。よし。オッケーオッケー、いいよ。処理していけ。炎。かけらゲット。一旦逃げる。ああ。やっぱ相変わらずダークソウルシリーズはボス戦の音楽かっこいいね。で、後ろに回って。後ろに回って。よしよしよし。まだいっぱいいそうに見えるけど結構減らしてきた気がするよ俺。よし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 。あいつらの先兵たちはだんだん削ってきたぞ。よいしょ。もういい、これは焦らないことが重要だ。焦らずゆっくりと。多分ね、あの中心にいるやつらはね、分離しないと思うんだよね。よし。で、こいつの後ろに回って。あ、炎切れた。これ、ために溜め込んだ。松ヤニをガンガン使っていく。よーし。もしかしたら、ここでさ、火炎瓶って効くんじゃねえの？よいしょ。おー、効いた。いいね。ちょっと待って、中心にいるやつらはどうするか。いててててて。俺は食らいやがれ。よしよしよし。いいよ。さあ俺の回復が尽きるのが先か、お前の命が尽きるのが先か。ここだしょ。よいしょ。よしよしよし、いいダメージ入ってる、いいダメージ入ってる。よしよし、一旦離れる。いいよいいよ、投資としてはいいよ。ただあいつらがな、ちょっと鬱陶しいな。後ろに回って。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。障害、誰だ。壁に隠れて。あ、やべ、松屋に切れた。エンチャント。よしよしよし。おりゃ。おりゃ。もう縦越しでもいい。構わん。やれ。縦越しでもいい。よいしょ。削れ削れ削れ。ゴリ押しじゃい、もう。よいしょ。別本ダメージと。何？やばい、武器にひびが入ったか、これ。あ、やばい、武器の耐久力が落ちてきた。あ、やべ、この間止まってないんかい。時間止まると思ってた、勝手に。やっぱ、縦に攻撃したらそりゃ
耐久力落ちるわな。回復して。よし。あ、松屋にはまだいけるわ。オッケー。こいつを倒す。よいしょ、よいしょ。お前の旋風はもう、なくなってきたぞ。よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やっぱこいつら炎がないとあんまりダメージ入らんね。物理属性だね。物理耐性は高めか。よいしょ。よいしょ。後ろ回って。よいしょ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 。いっけ、もうゴリ押しじゃよ、これら。よいしょ。よいしょ。はい、一旦離れまーす。体力が少なくなってきたらすぐに回復。よしよし、一匹はぐれたか。よいしょ。よいしょ。さあ、これで、お前の壁はなくなったな。攻撃も防御もできなくなった。あとは、なぶり殺しじゃい。あとは、これはもう、なぶり殺しですよ。さすがに第二形態とかないこと祈るよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あとはもう、殴るだけ。簡単なお仕事。よいしょ。はい。亡くなったから、エンチャント。はい、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 はい。よっしゃー。デーモン番機シュドっていいのかな、これ。ボディリストアド。おお、体が戻ったー。深淵へようこそ。おぉ。やった。初戦のボス戦は、初戦のボス戦？うん。まあ、いっか、言葉的には合ってるよね。初めてのボス戦はクリアと。おめでとう、ありがとう。花名刺に触れる。鉛のデモンズソウルだって。これ多分あれかな、ボスソウルってやつかな。やったー。クリアー。この先、運命が手に入る。暴走の時間？え、どういうこと？え、どういうこと？運命が手に入って逃走の時間なの？王の道。逃走の時間。何？逃走の時間って。臆病者の予感。またいるのか、いっぱい。まだこんなにいるのか。あ、待って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 。意外と敵多い。ちょっと一旦、あれだね。祭儀場というか儀式の間に帰ろう。帰れるのかな、これ。帰れるね。禊の神殿。よし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 。あ、帰ってきました。ムービー入った、これ。お、なんかムービー入ったやん。ん？あ、出た。アナメの人。誰？めっちゃ上に行くね、ほんと。なんかハリーポッターみたい、ここら辺。ほんとに上じゃな。この子あれじゃない？これがか、カナメの人？お？戻ってきた。この子あれじゃない？カボタンじゃない？まあ、ダークソウルでいうヒモリメっていうキャラクターがいたんだけど、その子はね、ソウルを使うとレベルアップをしてくれるキャラクターなんだよ。多分、まあ、黒い装束の子はそうじゃないかなっていう。まあ、このゲームのヒロイン枠的な？おそらくそんなキャラだと俺は思う。あの子にソウルを叩けてやっとレベルアップができるのかな？多分前回、禊の神殿に初めて来た時はいなかったと思うんだよね。これはなに？落下の時間だ。嘘でしょ。絶対嘘じゃん。ここは。またここか。え？またって何なんだろう。生き返して背後へ向かい。現在のプロファイル。え、何それ。え？何それ。なんかあんの？まあ、こっちかでも。
あ、そういえば武器壊れてたから、後でこの話を聞いたら、鍛冶屋に行って武器を修理してもらわないとね。迷いました。え？あ、こっちやん。びっくりした、生き残りなんかと思った。ダークソウル3だとね、一応武器耐久度ってあったんだけど、かがり火っていうセーブポイントに触れればすぐ回復したからな。今回はちょっと、割と、昔の要素だからね。あの突進は良くない。お？あ、こっから。落ちても意味ないか。昔のゲームじゃないけど、こう、耐久度は回復しない仕様だから、割と、なんだろう。縛りがきつめ？え、これが要の人？意外とちっちゃいな。おお。人形みたいなんか。おお。こんなちっちゃいのに。お？はるか昔、私たちはソウルの技により世界を全ていました。王様的な感じ？そして悪なき探求により古い獣を目覚めさせ、それから生じた色のない脳無とデーモンたちにより世界は滅びの危機に瀕しました。私たちはなんとか古い獣をまどろみに導きました。ですがその時には多くのソウルが失われ、世界の大半は脳無に流れ消失していました。私たちはわずかに残った世界を、あ、これが要石か。ダークソウルシリーズの精進か。これポーレタリア？ドワーフっぽいね。エルフかな？いるのかわかんないけど。獣人？てか仮面かな？うわ、なんか死人みたい。死人でいいのかな。あー、やっぱ巨人もいるんだね。めっちゃいるじゃん。そして私たちはマドロム獣をこの楔に封じ、ソウルの技を禁忌とし、自らを要人として拡散する世界を取り戻すための人柱となりました。ほう。横にいた人たちはもう亡くなっているっていうことなのかな。お、要人の力により封印されてた4つの要石が解放されたと。かつての我々と同じように古い獣を再びのまどろみに。ああ、でもなんか探求でさ、デーモンが出たっていうことはさ、世界が滅んだのってあんたらのせいじゃないの？世界は脳無のうちに消え去るでしょう。俺の解釈が合ってればだけど、あんたらの尻拭いを俺がしろっていうことかい？じゃあいいよ、はいで。いい答えたらなんか無限ループになりそうな気がするけどね。それでは、すべてのデーモンを殺してください。ああ、わかりました。青ネオンと。ああ。わかりました。はいはいはい。なるほどね。こっから、デーモンを殺してっていう指令を受けて、どんどんとね、いろんな世界に行って、デーモンを倒していくっていうことか。こっちの方何があるんだろうね。はい。ということでね、本日の動画はね、この辺で終了したいと思います。こっちはいけないね。なんかあるね。何これ。あ、いけた。なんかいっぱいあるけど、もうわかんないわ。この先貴重なアイテムがあるぞ、マジで。ちょっとこれだけ取って終わりにしようか。ん？多くのファントムを救った。もの。
ああ、なんか、あれか、ランキング要素か、これは。いやー、初のボス戦、緊張したけど、まあ、なんとか倒せてよかったね。あ、開いたね、開いたね、だんだん、あったね。お、儚い瞳の石。あー、なるほどね。デーモン倒さなくても肉体が手に入ると。いいね。はい、ということでね、本日の動画はこの辺で終了したいと思います。ちょっと長くなっちゃったかな。また次回以降は、ちょっとカボタン、まあ、あの子の名前がわかんないからあれだけど、に話しかけてね、武器を修理したり、レベルアップしたりして、また進めていきたいと思います。それじゃあ、また別の動画でお会いいたしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、そちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。